生理的ケトーシストは、ケトン体が生理的な条件において増加することである。絶食や運動を行った時、またケトン食や糖質制限食を摂取した時である。ケトン体は、様々な健康効果を示すことが知られている。1、脂肪燃焼と肥満抑制に、抗炎症作用三、アンチエイジング効果などである。またントからントのカロリー制限や、 食事の間隔を12時間以上にしただけで、わずかに、ケトン体濃度が増加することが知られているが、これらの健康効果は、生理的ケトンシスが一部関与しているようである。ケトン体の効果を期待して、意図的にケトン体を増加させるという立場の人々も増えている。このような人々は、日常的に生理的ケトンシスを誘導することを目指している。また、妊娠中の胎児においては、 胎盤において3メートル M 程度のあるのに対して、成人の通常のケトン体濃度は0.1メートル M 程度に過ぎない。これは胎児においては、ケトン体がブドウ糖とともにエネルギー気質として利用している可能性が高い。生理的ケトーシスは、I 型糖尿病や重症の通型糖尿病の患者に特徴的に現れるケトアシドーシスとは決定的に異なる。なぜなら、 生理的ケトーシスにおいては、インスリンのシステムが障害されていないからである。これに対して、I 型糖尿病においては、インスリンの分泌また、重症の2型糖尿病の患者においては、インスリンのシグナル伝達の不調により、インスリンシステムが崩壊したことの結果として、ケトン体濃度の増加が起こるからである。アセトサクサンベータヒドロキシラクサンアセトンベータ。 ヒドロキシラクサンベータヒドロキシラクサンエステル1ケトン食2糖質制限食3ケトン共有体3から1ケトン体のナトリウム塩、3から2ケトンエステル3から3ポリヒドロキシラクサン1ナトリウムグルコース強約輸送体に阻害剤 SGLT に阻害剤は腎臓におけるブドウ糖の再吸収を抑制するため糖質制限と同じ生理的な効果が発現するありがとうございます